サムスンのギャラクシー S22 ウルトラ、ちょこっと触ってみました。皆さんこんにちは。香港在住の携帯電話研究家、山根康弘です。ギャラクシー S22 ウルトラ、エンガジェットの編集部に来たものを触らせてもらいました。6.8 インチの角張ったボディは、ギャラクシーノートシリーズそのものですよね。本体横から見ても、形状はね、ノートっぽいですよね。レンズが独立した形になりました。メカっぽくてかっこいいかも。エッジディスプレイですけどね、それほど側面までは来ていません。持ち具合悪くないですよ。ペンは底面に内蔵されてますね。カメラの出っ張りも、まあ、そんなに目立たないかなといったところ。カメラは ONEUI4.0 で、アイコン形状とかが若干使いやすく変わっています。3倍、10倍、そして最大100倍いけますけども、結構ね、これ撮れちゃうんですよね。20倍以上で画面の右上に全体の表示が出るので、拡大も撮りやすいです。AI 処理もあって、Galaxy S21 Ultra とかよりも、100倍ズームがかなり綺麗に映ります。そして手ブレ補正も強力になっているということです。ということで、動画の撮影もね、かなり楽しくできそうです。こちらはその他のメニューですね。手ブレ補正をちょっと比較してみました。画角がね、ちょっとずれていますけども、ちなみにこれ手ブレ補正モードはオフにして撮影しています。やはり右側の Galaxy S22 Ultra の方がやっぱり手ブレしにくいといった感じでしょうかね。そしてペンを使ってみます。ペンはもう Galaxy Note シリーズと使い勝手は変わりません、まあ、抜いてね、すぐ S ペンが使えます。メモ帳が記録するわけですね。でペンの表面は全体がまあ黒いんですけども、若干マットになって滑りにくくなった気がします。まあ、より書きやすくなったという感じでしょうか。あとは遅延がより低くなったということで、ペンの追従性良くなっています。実際使ってみたところ、結構字を書いていくうちに、あ、やっぱり書きやすくなったかなという気はします。日本語のテキスト変換もまあワンタッチですよね。このあたりの S ペンの性能は、まあ、機種ごとにどんどん良くなっています。今までギャラクシーノートシリーズを買っていた方も、この S22 ウルトラに買い替えても十分問題ないと思います。私自身も早く購入したいなと思っています。ということで、高画質なカメラにペンを内蔵、写真や動画の編集も楽にできますよね。あとは日本でいくらで出るかということで、今後の発表を楽しみにしたいところです。